はい、ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介です。1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしでしょうか。東京地方現在は29度ということで、雨も上がり、まあ比較的ですけれども、この時間にしては割と過ごしやすいような、まあ昨日まで猛暑、そしてまたこのあと明日からも猛暑が続くようで、明日8月1日もまあ最高記録、過去の記録を塗り替えるのではないかというふうに予想されているそうですけれども、夕方にちょっと雨が降りまして、そのこともあって少しまあ温度が下がって、割と過ごしやすい夜というふうに感じるのは私だけでしょうか。まあ29度、決して過ごしやすくもない温度なんですけれども、この辺がまあ人間の不思議なところですね。そしてこのところ、まあ、特に火曜日の雨というのが多くなって、少し前までは月曜日の雨というのが、まあ、定例だったんですけれども、だんだん火曜日に移ってきたのかなというような、まあ、偶然だとは思いますけれども、そんなこんなで、今回はこの夕立という、記号を選んでみました。まあこの夕立という言葉は、まあ、少し前に調べてみた雷とか、そういった割と近代の気象用語と違って、昔々から江戸時代ぐらいから盛んに読まれていた記号の一つになっているようで、たくさんの歌、たくさんの句が上がってきました。そんなたくさんの中から選んだ句が、夕立や他を見めぐりの神ならばという、これは宝井企画、江戸初期の、まあ、芭蕉の門人、まあ正門十徹、芭蕉の門人の中でも10人にの1人に数えられるという非常に、まあ、優れた弟子であり、そして酒を好み、作風は派手、平明かつ口語調という作風でたくさんの作品を残し、非常に高く評価され、それだけではなくて歌舞伎にも登場し、赤穂浪士などとの交流さえも芝居として描かれるという、もうこうなると俳句の人というよりは、まあ、文化人、スーパースターですね。そして今回選んだこの句ですけれども、夕立や他を見めぐりの神ならばという、これは私非常に親しみのある句なんですけれども、なぜかと言いますと、日本橋三越本店の屋上に屋上庭園というのがありますが、そこに見めぐり神社の、まあ、小さい建物があるんですけれども、そこの看板に載っているのがこの句なんです。そして本家本元の見めぐり稲荷ですね、隅田川の東岸にある見めぐり稲荷にも、まあ、この句が残っているそうですけれども、まあ、見めぐり稲荷で夏に大干ばつがあった時に、雨乞いをしているところに宝井企画がやってきて、この夕立やの俳句を奉納したところ、その日のうちに雨が降ったということで、もうこうなると弘法大師クラスの、小野小町クラスの、まあ大名人になってしまったわけですね。そしてそのスーパースターである宝井企画の句を、これまた歴史は古く、江戸初期からある、そして明治以後もどんどん成長していった三越が、ちゃっかりこのスーパースターの句を持ってきているあたりもすごいですね。この句自体は、まあ、見めぐり他を見回るというのと、まあ、見めぐり神社の見めぐりをかけている、まあダジャレ親父ギャグなんですけれども、まあそれほど大した歌でもないんですけれども、この見めぐりを読み込み、そして夕立、そして結果として本当に雨が降ったという、まあ、伝説ですね。もうレジェンドですね、これは。とうとう宝井企画先生という
芭蕉の門人の一俳句人が神様のポストにまで上り詰めてしまったという、まあ、ある種芸術家神話ですね、それが残っているというので本当にちょっと苦い思いもあるんですけれども、この句を今回はあえて取り上げてみました。その句の素晴らしさとか鑑賞とは別に、こういうふうにしてたった一人の人が読んだ俳句がいつの間にか神話伝説になってしまって、今日までもそれが伝わっているというあたりがすごいですね。ある種都市伝説ですね、これは。そして、まあこの企画という人の凄さはそれだけじゃなくて、やはり実力もあったんだよということで、もう一句添えておきましたのが、夕立から離れまして明月や畳の上に松の影という企画のもう一つの俳句をここで挙げておきます。ちなみにこの明月や畳の上に松の影という、これまた非常に分かりやすい句ですけれども、これはこの後に明治に入って月岡法然が月の百詩という自身8年ぐらいかけて発表した晩年の傑作と言われている浮世絵の連作の中に、月をテーマとした100点の浮世絵の中の一つにこの句にちなんだ絵があり、これまたなかなかとてもいい絵で、このマッチングもまた素晴らしく、企画伝説の一つをこの月岡法然も担っているという。まあなぜこんなことを言うかというと、昨今この芸術をめぐる商売の話がですね、いろいろ、まあ、韓国のアイドルグループだったり、そのアイドルグループがイギリスの、まあ、フュージョンバンドのパクリだとか、そういうことでもう世界中巻き込んで、まあ、変な論争になっていますけれども、まあ、プロデュースの人たち、よくご覧ください。こんな風にして江戸時代の2つの俳句が今日まで残っている、いろんな戦術戦略商法があるんだなということで、そんな関連で今回はこの2つの俳句をテーマに選んでみました。まあ、純粋な芸術鑑賞とはまたちょっと違ったところからのピックアップになりますので、お前までが何言ってんのというふうに、純粋に芸術を鑑賞したかった方からは言われるかもしれませんけれども、今の、まあ、私にとってはそういうことを考えるのが非常にまた面白くてしょうがないということなので、今回はこの2つの句を選ばせていただきました。ということで、今週の俳句2首お送りしました。ということで、枕はこの辺にいたしまして、ここからいつものコーナーに入っていきたいと思います。まずはベスト10から、7つのチャンネルのうちメインである DD 朗読園のベスト10からです。今回もアナリティクスからは視聴回数がいつもより少ないと、公開された動画がいつもより少ないというお叱りをいただいておりますが、まあこの暑さですのでご勘弁ください。そしておそらく、まあ、量的なことだけでなくて質的にもなんかいつもよりノイズが多いとか、そんな風にお感じの方もあるかと思いますけれども、まあこれもこの暑さに起因するいろいろなことによるちょっと質的低下もあるということで、お詫びを申し上げておきます。それではまず10位、見逃し銭形平次17、回転白いネズミ、影帽子、買った遺書。9位、野村鼓動短編集より気まぐれ長兵衛。8位、銭形平次青い眉1から10巻まで。7位、野村鼓動短編集より殿様街道、銭形平次で水車の音、6位ですね。そして5位も銭形平次より花吹雪。4位、銭形平次出世街道。3位、野村鼓動短編集より町の豪傑。2位、
銭形平次通り魔、そして DD 朗読園の1位が銭形平次青い眉の1から5ということになっております。銭形平次と短編集ですね、これが、ベスト10になります。そしてベスト10から先、11位から先、銭形平次見逃しの28、25、言い名付けの罪、それからはやぶさの吉さ全集一挙、そしてここに大岡政談の第2話音羽探七の1から5がここに入ってきております。そして再び銭形平次見逃しの50、それから言い名付けの罪の前半、見逃しの30、青い眉の後半、見逃しの29、おてんば娘、見逃しの31、夕立の女、見逃しの48、見逃しの55、44、52、菊池寛の大衆明治史上巻全文一挙、それから再び銭形平次で貧富問答、見逃しの26、45、18、32、53、炎の舞、見逃しの20、菊池寛大衆明治史の総集1、上の巻1から4、見逃しの3、51、56、美少年国、見逃しの49、神妙の手柄、恋に勝つ者、見逃しの57、14、短編集、町の豪傑、青い眉の短髪があり、そして吉川英治の新書対抗期第4分冊、そして青い眉ということで、ここまでが50位までですね。野村古道以外では吉川英治の新書対抗期、菊池寛の大衆明治史、そして長編講談大岡政談の第2話音羽探七などが野村古道作品以外では入ってきている50位までになります。そして順位を離れて DD 朗読園のチャンネル本体の元凶としては、野村古道作品ほぼ毎日出していますが、銭形平次より長編の娘11人、そして野村古道の短編作品として獅子兄妹、獅子兄弟ですね、これも3回まで終わってあと1回で完了といったところです。娘11人の方は、これからまだまだ続いていく長いシリーズになります。そして、吉川英治の新書対抗期が、6分冊の、半ばまで来ております。これこのところ、ピッチを上げて、2日3日に1回ぐらいずつの、早いピッチになっておりますが、この後もどんどん出していく予定です。そして翻訳もので菊池寛芥川龍之介翻訳によるルイス・キャロル原作のアリス物語ですね、これも11回まで来ておりましてかなり進んでおります。3分の2はすでに超えまして、いよいよ後半にかかっているところです。それからベスト50にも入っておりましたが、大岡政談長編講談の第2話音羽探七も、これ8回を超えまして、いよいよ佳境に入っておりますが、まだまだ続く長いシリーズです。ここでコメントのご紹介。作品は、今申しました芥川龍之介菊池寛翻訳によりますアリス物語不思議の国のアリスにいただいたコメントからです。これは11回にいただいたコメント。おはようございます。アリスは女王様へ丁寧な挨拶をして、さらに庭師たちを植木鉢に隠します。玉打ち遊びはルールがなく、ハリネズミの玉をベニズルで打つゲーム、生き物を使うなんてめちゃくちゃですね。やっぱりあちこちで喧嘩発生、何でも打ち首にしちゃう女王最低ですね。アリスの友達チェシャ猫が来ました。王様は猫の顔が嫌いだけで打ち首へ。それにしても1分に1度打ち首にしてる女王最悪。今に誰もいなくなってしまうのでは。
朗読お疲れ様でございます。毎日暑い中ありがとうございました。不思議な国のアリスのお話の中では小さな子が一番好きですというコメントいただきましてありがとうございます。この残酷極まりない女王様、そして玉打ち遊び、これはなんか深い意味がありそうですが、皆さんいかがでしょうか。そしてチェシャ猫が可愛いこと、まあこのチェシャ猫一つとっても後世に与えた影響の大きさ、まあこの前まあ猫バスの話もしましたけれども、後世に及ぼす影響の大きさ、すごいですね。アリス物語にいただいたコメントありがとうございます。それから銭形平次の風呂場の秘密にはありがとうございましたというコメントをいただいております。それからこれは大岡聖団の音羽探七の7回にいただいたコメントですが、こんばんは、本日作りました家族の評判ありがとうございますという、ちょっと意味がわからないんですけれども、なんか最近こういう不思議なコメント多いようですが、一応ご紹介だけしておきます。大岡聖団にいただいたコメントありがとうございます。それから銭形平次の仏喜三郎にありがとうございました。それからチャンネル変わりまして、イグサチャンネルにいただいたコメント、銭形平次の花嫁の幻想にはありがとうございました。それから銭形平次の幻の民五郎という作品にはスマイルマークをいただいております。それから罠に落ちた女にはありがとうございました。路地の足跡にもありがとうございましたというコメントをいただいております。それからこちらは、新しく始まりました長編講談入れ墨奉行遠山金四郎という作品の1回目にいただいたコメントは、面白くなりそうというコメントをいただきましてありがとうございます。それから銭形平次濡れた千両箱にもありがとうございました。狂い咲きという作品にもありがとうございましたというコメントをいただいております。そしてイグサチャンネルですけれども、こちらでは、銭形平次の、初期作品青空文庫の順列で現在34謎の鍵穴というところまで進んでおります。そしてこの野村鼓動作品シリーズと並行しまして、講談ですね、長編講談、今コメントでもご紹介しました入れ墨奉行という作品が、スタートいたしました。これはご存知遠山の金さん、遠山金四郎の若き日からのエピソードを綴ったもので、とてもコメディたっぷりの明るい作品になっているようです。少し前まで、長編講談の清水の次郎長を読んでまいりましたけれども、どうもこの清水の次郎長がですね、博打と喧嘩ばかりあってですね、なんとなく、まあ、今の風潮にちょっと合わないような気がして一回止めております。その代わりに持ってまいりました入れ墨奉行、こちらは、まあ、大岡越前の神と並ぶ江戸の二大スターですね、まあ、テレビ映画的にも非常に成功しまして、舞台にもなっているしということで、イグサチャンネルの方ではこの後入れ墨奉行遠山金四郎のシリーズを続けていこうと思います。そしてもう一つはこの夏、この猛暑ということで、猛暑対策ということで、まあ、私のチャンネルでは毎年夏にやっております怪談シリーズで、今回は小肌小平次ですね。まあ、おばた屋のおばたというんで、なんかおばたって読んでしまいそうですが、お寿司に乗ってる、まあ、小肌小平次ということで、團十郎の猫という副題がついておりますが、桃川助演先生の口述速記ものから読んでおります。これも案外長いですね。よく講座などでやっている講談ではかなり短くしているようなんですが、今回は長い方のバージョンで読んでいこうと思います。小畑小平次のシリーズ。そしてもう一つ、まあ、最近ですね、佐渡の金山のことが非常に話題になっていて、まあ、世界遺産云々のことで非常に話題になっているものですから、この佐渡の
金山佐渡の金山にちなんだ講談ということで、だいぶ前に読みました「脱気のお百」全22話のうち12と13がこの佐渡を舞台にした、まあ、非常にこれまた悪辣なストーリーですけれども、そこの部分だけ抜粋して特集しております。まあ、そういったところがイグサチャンネルの元凶ということになります。そしてさらにチャンネル変わりまして、イサナチャンネルの方にいただいたコメントのご紹介から、作品はジュール・ベルヌ原作雲の十座文章による海底旅行、いわゆる海底2万マイルですね、にいただいた9回目にいただいたコメント、海底旅行朗読お疲れ様でございます。潜水服を着て気圧調整してから海底へ、一瞬で海底へ、鉛の靴はふわふわ、10時間海底へ、途中昼寝までして、いろんな色のサンゴ、クラゲ、ゆらゆら。海底というと暗くて気圧で潰れちゃうイメージなので、浦島太郎の乙姫様の御殿みたいですね。砂地や海藻の森を抜けて怪物、大きな海雲、館長さんが追い払ってくれました。小さなピンクのラッコ、かわいいでしょうね。海面すれすれに飛んできたアホウドリ、水鉄砲でゲット。胸のライトをつけたら泥色の魚がいました。深海生物、悠々と泳ぐ大きなアギョ、フカ、サメ、2匹に見つからなくてよかったです。館長さんのおかげですね。ノーチラス号に戻ってこれたのですね。海底旅行ありがとうございました、というコメントいただきました。どうもありがとうございます。割とこのベルヌの SF の中では、まあ SF なんですけれども、割と現代ではほぼ実現してしまって、深海の様子やなんかも実際にはこうこうというのが分かっている、現代から見るとあれっていうようなところもなくはないんですけれども、やはりこのベルヌの想像力とその筆さばき、非常に面白く楽しんで読ませていただいております。コメントありがとうございます。それから続きましては、新ロビンソン、スイスのロビンソン、不思議な島のフローネの原作が、これが11回をもって先日再開、完了を迎えました。総集編の方も出しておりますが、これにスイスのロビンソン朗読ありがとうございました。ちょっとロビンソン一家を守るため負傷した犬のジャノンが気になりました。でも家畜たちも見捨てず、英国の船長に全てを話し連れていくことにしましたね。後ろを振り返りながら、ロビンソン一家と一緒に無人島を冒険させていただきありがとうございました、というコメントいただきました。どうもありがとうございます。ということで、割とこれ短かったですね。前の15少年に比べると割とあっけない、まあ、最後ということで、まあ、こちらは家族ということが非常に強調されていたのと、まあ、いくつかの面白いエピソードがあって、こちらも楽しめた作品、ちょっと短いのが残念でしたけれども、だったかなと思っています。そして何より私がショックを受けたのがですね、小さい子供であっても、まあ、相手に対してはすぐ銃を向けて撃ってしまうというのがですね、まあおかげさまで、まあ、平和な現代に生きている私にとっては非常な驚きでですね、相手に対する、まあ、遠慮もないし、かわいそうという気持ちもなく、まあ、すぐ食べることとか、まあ、毛皮を取ることに向けて、まあ、要するに自分たちのために、まあ、動物を狩るということに対する、まあ、抵抗がなかったというのが非常にびっくりして、まあ、現代は逆に言うとそういう意味では非常にいい世の中になったんだなということを痛切に感じました。ということで、無事終了しました新ロビンソンにいただいたコメントありがとうございます。それからこちらはヘッセのデミアンにいただいたコメントで、高橋賢治役読んでいただけませんかというコメントいただいたんですけれども、高橋賢治さん、1998年没なので、まだまだ2079年まで翻訳著作権がありますということで、あと50年ですね、長いですね。
ということで、まあ、いろいろ探しまして、この実吉さん、それから佐藤さんなどの著作権が切れた翻訳ものを読ませていただいております。ご承諾ください。どなたかこの著作権問題をですね、解決して著作権料と手続きをやっていただける方があれば、すぐにでも私はやりたいと思いますので、ご協力の方はぜひお願いします。ということで、イサナチャンネルのコメントをご紹介しましたが、イサナチャンネルの方はシン・ロビンソンが終わり、ジュール・ベルヌの海底旅行、これはまだまだ先の長いシリーズになります。ということで、イサナチャンネルのご紹介でした。そして、その他のチャンネル、イグ3朗読者、西荻新生、イオギチャンネル、朗読新刊などなどの方でも、山本周五郎をはじめ、岡本喜道作品、吉川英治作品などなどですね、それぞれのチャンネルで、これからも少しずつ読んでいきたいと思いますので、ぜひまたお聞きいただき、コメントいただければと思います。といったところで、今週はここまで。この続きはまた来週ということでお送りしたいと思います。まあ、雨の方はこの後あまり予想されていませんが、暑さの方はまだまだ続くということですので、皆様お体にお気をつけて、健やかにお過ごしください。それではまた、ありがとうございました。